ウェルカムトゥオカミズ酒 ABC 三代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。これまでの動画でご紹介してきた日本酒は 1800ml の一升瓶や 720ml の四合瓶の容量の多いサイズのものでした。でも日本酒にはもっと手軽で気軽に飲めるミニサイズのものがあるんです。プレゼントやお土産にしても喜ばれそうなデザインに工夫が凝らされているものもたくさんあるんです。今回はミニサイズの日本酒の魅力と楽しみ方についてご紹介していきたいと思います。 Let's get started! Here we go!ミニサイズの日本酒といって多くの日本人が思い浮かべるのはこのカップ酒です。カップ酒の中でも最も歴史があり海外でもよく売られているのがこのワンカップ大関です。1964年10月10日東京オリンピックの開会に合わせていつでもどこでも飲めるをキャッチフレーズに売り出されました。今ではスーパーやコンビニのお酒売り場には必ずと言っていいほど置かれているとっても有名なカップ酒です。ラベルの裏にはこのように絵が描いてあるパッケージもあります。絵のパターンには数種類あるので自分の買ったものがどのような絵が描いてあるか見るのも楽しみですね。現在ではカップ酒も様々な商品があります。例えばこのような濁り酒もあります。濁り酒の飲み方は2通りあります。1つ目の方法は折と上澄みの部分が分かれているまま飲む飲み方です。このように飲むと最初はお酒のクリアな味が楽しむことができます。飲み進んでいくと折の部分のとろりとしたクリーミーな味わいを楽しむことができます。2つ目の方法は蓋を開ける前にこのように静かに傾けるなどして折の濃さを均一にして飲む方法です。上澄みのクリアな部分と折のクリーミーな部分が程よく混ざり合ったバランスの良い味わいを楽しむことができます。他にもこのようにくまモンのようなゆるキャラがデザインされたもの、日本のお城の屋根に守り神として飾られているシャチホコをデザインしたもの、猫やパンダなどの動物やお花がデザインされているものなど他にもたくさんあるんです。おしゃれなものもたくさんありますのでコレクションしていくのも楽しいです。ミニサイズの日本酒はカップ酒だけではありません。他にも様々なスタイルのものがあります。日本のスーパーやコンビニエンスストアで手軽に買えるものをご紹介していきます。このように缶でできているものもあります。1合 180ml でカップ酒と同じ容量です。このように紙パックに入っているもの、後ろにストローがついているんです。日本で売っている缶コーヒーのような容器に入っているものもあります。これは樽酒です。杉樽に貯蔵されていたほんのり杉の香りがする日本酒ですが、このように容器も杉樽をイメージしたデザインになっています。ミニサイズの日本酒はこのように様々なスタイルがあるんです。ここまで紹介したミニサイズの日本酒は一人でも飲み切ることができる量のものでしたが、ミニサイズの日本酒は他にも面白いデザインのものがたくさんあるんです。例えば電球の形をした容器に入ったもの、この日本酒は天球という名前ですが天球と電球音が似ているためこのような容器に入れたという遊び心なんです。使い終わったらインテリアや花瓶に使っても良さそうですね。またこのようにプラスチックのおちょこがついているものもあったり、木製のマスがついているものもあったりします。とっくりに入っているものもあるんです。これらは日本酒を飲み終わった後も式として使えますし、お土産にも良いかもしれません。さらにユニークなデザインのものを見つけたんです。富士山の形をしたボトルです。エレガントですよね。またこのようにガラス製のおちょことセットになった日本酒もあるんです。このように日本酒のサイズは様々あり、容器のデザインも個性的なものがたくさんあるんです。飲んで美味しいだけでなく見た目も美しく、また飲み終わった後も使えるようなものもあります。日本酒の楽しみ方がどんどん広がりますね。ミニサイズの日本酒の代表的なもの、
カップ酒ですが、他の日本酒と同じように様々な温度帯で楽しむことができます。それもこの容器のままで、常温や冷酒はもちろん、このまま温めて缶酒として飲むこともできるんです。電子レンジを使う場合には必ず蓋を取ってから加熱しましょう。加熱時間は600ワットの電子レンジなら1分以内です。1500ワットの電子レンジなら20秒以内。これ以上加熱すると突然高温のお酒が吹き出したりする場合もありますので大変危険です。以上、この2つのことを必ず守ってください。また湯煎で温める場合にはお湯の温度は60度以下にしてください。またお湯の温度とカップ酒の温度差が42度以上あると瓶が割れる可能性が高くなります。カップ酒のガラスは耐熱ガラスや強化ガラスではありません。温める際には先ほどお話ししたことに十分注意して行ってくださいね。同じ温度なのに冷酒、常温、缶と温度によって全く違う味わいを楽しめますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。今回はミニサイズの日本酒について紹介いたしました。今回の動画を見て、日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたら大変嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to my channel. See you next time. Bye.